バニラスカイ。ハッピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイ第9回目の放送を迎えることができました。ありがとう。ありがとうございます。皆さんのおかげでね、1月からスタートしましたこのバニラスカイ、3月に入りましたよ。昨日はさ、ひな祭りだったでしょ。もうさ、1週間に1回の放送っていうのは、このなんていうの、大事にさしたい毎日、あっという間に過ぎていくじゃない。ほんとね、ラジオのおかげで私の毎日も大事にできてます。本当にありがたい。そして今日はいつもは YouTube 越しにね、アーカイブ放送映像付きでご視聴いただけるんですけれども、今日はちょっとそちらの映像の方はお休みさせていただきまして、本当の意味での初めてのゲストを紹介したいと思います。はい、どうぞ。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。お名前をどうぞ。シノンです。シノンちゃん、今年はいくつ？13歳です。13歳です。そしてうちの娘です。ということでね、もう今日はさ、収録してる時にちょうどね、うちの姫がおりましたので、姫も参戦です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちの姫はですね、私のオフィシャル YouTube で面白いことをいろいろ一緒にねしてるよね。はい、カバー曲をね、星野源さんがパロディで布施明さんの君はバラより美しいをねライブでされてて、それを見て大好きだからやろうとか娘からね話がありまして、一緒にふざけてみたりとか。まあよかったらようこのオフィシャル YouTube YOKO ようこ鹿児島ですぐねヒットすると思うので、ぜひご覧ください。そこにうちの姫の顔は出ております。まあちゃんとした顔出てないかですね。まあいいか。では今日はそんな姫とね一緒にラジオをお届けしたいと思います。ゲストっぽいイッシーさんは今夜はお休みです。イッシーさん、またお付き合いくださいね。ということでスタートします。バニラスカイ1つ目のリクエストメッセージをご紹介したいと思います。では読みます。早速読みますね。ヨコさん、こんばんは。私の人生初のリクエストメールです。リクエストメールです。ごめんね、ママの鹿児島弁変やんね。ちょっとわかんない。わかんない。でもね、シノンもだいぶ鹿児島弁が濃いよ。沖縄の方分かってもらえるかなって心配しながら、まあ、今夜はお届けしましょう。はい、はい、もう一度読みます。ごめんなさい、大事なメールを失礼しました。ヨコさん、こんばんは。私の人生初のリクエストメールです。友達がとても好きなシンガーがいるよと教えてくれて、初めて聞いた時からヨーコさんの歌声が大好きです。ヨーコさんの歌を通じて彼女と高校卒業以来久しぶりに会ったりできて、幸せの時間を過ごさせてもらってます。リクエストの曲はラブレターズです。歌を聴きながら学生時代に戻ったみたいにキュンキュンしていますよ。まだまだ好きな曲があるのでまたリクエストしますね。ラジオネームはかつみくんです。あ、かつみくん、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。ラブレターズ、ラブレターズね。この曲はしーちゃん、どんな曲ですか？とてもいい曲です。ではしのんが歌います。どうぞ。幸せのピース。はい。何でも答えるね、お利口ちゃんやね。そうなのよ、ラブレターズはね、今 C が歌ってくれたようなスタートで始まるんですけれども、この曲はね、私がもう13年間シノンのママをしてきまして、なんていうのかな、この子がまあシノンを目の前にしてね言うのもちょっと恥ずかしい気もするけど、でもいつも言ってるからもう今更いいよね、何言ってもね。はいはい、シノンが一人でもママここにいるよって、大丈夫よってね、こういろんな魔法の言葉を彼女の中に植えていったんですよね。でその花がさ、やっぱり年齢重ねるといろんな方との出会いとか経験で咲いていくでしょ。
まあ、そういう私たちの日常をねこう込めた、皆さんが大事な人とハッピーでありますようにっていうのをねいつも伝えながら MC でね伝えながら歌ってるんですけれども、本当まさしくそんな曲ですよね。はい、うん、シノンはラブレターズは好きですか？好きです。ありがとう。だけど最近さ、なんかシノンはその新曲出す時に覚えてくれてさ、あのこの曲何が好き、これが好きって言うけど、最近はフリーダムっていうロックな曲が好きって言うよね。はい。ラジオで、ラジオじゃない、ライブで歌ってて好きって言ってくれたのね、うん、めっちゃいい曲です。全部いい曲。ありがとう。なんか言わせてるみたいじゃん。まあでもね、お家でいつも聞いたりしてます。そうだね、お家でいつも聞いててね、ちっちゃい時は私が練習するのって車の中が多かったから、もう彼女は被害者だなと思ってたけど、うん、でもシノもね5歳から企業ソング歌う機会いただいたりとかね、うん、CM ちょこっとこう出しさせていただく機会いただいたりね、楽しく音時間過ごしてるよね。はいね、まあさ、こう音楽でつながってるのは皆さんともだし、私の家庭の中もそうだし、だから音時間っていうのはね本当に愛があふれるものなので、私にとってはね、まあ、皆さんにとってもそうですよねきっとね、うんうんうん、なので今日このかつみくんが高校以来にね、そのお友達と一緒に、しかもようこの音時間でさ、なんていうの、つながっていられるっていうのがね素晴らしいなと思って、本当嬉しいですね、うん、なのでかつみくんとそのお友達がこれからもねハッピーな音時間あふれますようにという思いで、今夜はリクエスト曲お届けしたいと思います。そして皆さんもね、大事な方とハッピーいっぱいでありますように。ではリクエストいただきました、ようこでラブレターズ、幸せのピース。ラブレターズお聞きいただいてます。いかがですかラブレターズ、皆さん私の思い届きましたか？届きましたよ。届きましたか？よかったよ。ありがとう皆さんね、シーもありがとう。あ、そうそう、シノンのことはよくねシーって言ってますが、 SNS にアップする時とかは姫って言ってるのね。この話なんでうちの娘を私が姫と言うかというと、最初ねお腹にうちの子がいた時に男の子だと思ったわけ、うんうん、でね男の子だからたくましく育てようと思っていつも太郎太郎って言ってたの、お腹を触りながら太郎太郎って。そしたらさ、あの性別が分かった時に、あ、性別分かりますよ、聞きますかって言われて、あ、はい男の子でしょって
言ってたのね。そしたら先生が被るように女の子ですよって言われて、えって思って、その瞬間にね、花子って、まあ、可愛いじゃん、花ちゃんって言おうかなと思ってたわけよ。普通にね、普通に可愛いでしょ。じゃあ花ちゃんって言おうと思ってたんだけど、うん、いざね、お腹の中にね、大事な赤ちゃんが女の子って分かった瞬間に、姫ってもう言っちゃって、うん、まあ、まだママもね19歳で若かったから、姫ちゃん姫ちゃんって言って、うんうん、そしたらさ、映像にも残ってたんだけど、あのお腹の中がさ、もうだいぶ苦しくて、あの私は外に出たいですって、こうシノンがね、赤ちゃんの時、大きくなった時にね、あの姫ちゃんって言ったらね、お腹にぐるーってね、こう動いてた、よく動いてたよ、返事してたよ、今もね返事するお利口さんだけどね、もうちっちゃい時からね、はい、お腹の中で、そうそう、何ママみたいな感じだったよお腹の中に、そう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 、可愛かったよずっとまあ私たちの声が聞こえたから返事してた適当なことを言うな適当なことを言ったでしょ今。いやいやいや、覚えてますよ、覚えてた。お腹の中にいた時、ママが姫ちゃんなんやねんどこから関西なんやねんって思ったの、うん、うん、そう思った、何ママじゃなくて、なんやねんなんやねん姫じゃなくて、もうちょっと違う名前あるでしょって思ってた思ってた、思ってなかったでしょまあでも実際ね、生まれてきたらシノになりましたけどね、よかったよかった、キラキラネームでね、可愛いからよかったね、よかった。では早速2通目のリクエストメッセージを読みしたいと思います。しーちゃんよろしく。はい、ようこさん、いっしーさん、スタッフの皆様こんにちは。毎週楽しく YouTube で拝見拝聴しております。ラジオでのおしゃべりが放送回数ごとに上手くなっていくようこさん、そこにいっしーさんが影のように静かにフォローを入れてくる素晴らしいバランスです。聞き飽きませんちょっと待って、それさちょっと嬉しい嬉しいね、あのだってさ、いっしーさんいつもゲストっぽいいっしーさんですって紹介してて、よかった、ありがとうございますはい、どうぞそして2月25日のヘブンでのライブも最高でした。あ、嬉しい、ようこさんの気合入りまくりが良かったです。あ、嬉しいね、うん、さて今週のリクエストは花です。2月25日のライブの時の1曲目でしたね。陽子さんの他の曲調と雰囲気が違ってて、和風？中華風？なんか不思議な調べで好きな曲ですこの曲を私が今習っているコカリナという木の笛で吹いてみたいと願っています中期高齢者の私ですが、常に挑戦者の気概でいたいと思います。それではよろしくね。ラジオネームケンケンさんより。嬉しい、ケンケンさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、リクエスト花だって。花そして和風中華風どっちですか？あのね、実はこの花という曲は私がモデルを務めました、あの着物オートというね、着物屋さんのブランドのイメージソングなんですね。だから結構ね、あの最初のティンパニーの音とか、あのなんていうのかな、まあ、皆さん聞いていただいたらね、すごく分かっていただけると思うんですけれども、そうだ、和風か中華風か洋風か、ね、何風か洋子風なのか何なのかは今から判断してもらいましょう。はい、では早速リクエストいただきました、花、お聞きください。風に揺れる女心、
花お聞きいただいてます。花いかがですかね。大人っぽい曲だよね、うん、私はこの妖艶な感じとか大好きで、なんだけど好きなんだけど歌うのが難しいのよ。うん、歌うの難しいですね。そう、花リクエストありがとうございます。ありがとうございます。いつかさ一緒に FM ギノワンのスタジオからね見てみたいですね。うん、見てみたい。あ、放送をして、そうそうそう、 FM ギノワンのスタジオからは世界一ロケーションがいいスタジオと言われているから、もうめちゃくちゃいいロケーションでね、うん、そう収録することができるというね。だから見てみたいんでしょ、そこの風景をね、すごく行きたいですね。沖縄一緒に2回行ったよね。はい、ね、楽しかったね。ユイレールも乗ったしね。うんうん、首里城もあの時は行ったね。ああ、首里城も行ったよね。行った。ね。めっちゃでかかった。ね、大きかったよね。うん。うん、育ちがわかるからでかかったじゃないわ、娘。大きかったわ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 。まったくもう、まあうちはさ本当に平和だよね。平和すぎて困る。そうね。平和すぎて怖いわとか言うもんね。怖いわ。そうそう。まあね、でも本当にね大好きな人とお家の中で幸せっていうのは一番の、私の中ではね一番の幸せなことですからね、うん、そう、やっぱ家の中が平和じゃなかったらさ世界平和ってねなかなか達成できないのかなって思っちゃうからね、うんうん、いつもありがとうね。ありがとうございますね。ではここでコーナーいきます。はい、ハピモノ。はい、このハピモノのコーナー第1回目のゲストのシノン、おめでとう。今日はシノンのハピモノを聞きたいと思います。シノンのハピモノなーに。誕生日や記念日の日にうちですき焼きを食べることです。出ました、大好きなすき焼きを。でもさ、すき焼きってそうさ、こう回数的には食べれないよね。食べれません。うん、それでね、うちではちょっと前からじゃあ誕生日とか記念日の日にすき焼きを食べようという、ね、新しいあの決まり事ができましたね、うん、そんなに嬉しかった。めっちゃ嬉しかった。だってなんか、よかった、うん、1ヶ月に1個でも記念日があるじゃないですか、なんか、うんうんうん、それで 1ヶ月に1回食べれるってことは、うんうん、そんな食べられないものを食べれる、いや嬉しいですね。嬉しいね。ただしーちゃん、はい、ママは4月でしょ、しのん5月でしょ。いや、作ればいいじゃないですか。なるほどね。いやいやいや、そういう風になっちゃった。作ればいいじゃないですか。あ、そうなの。3月も食べましょう。食べましょう。食べましょう。もうさ、食べたくてカミカミだったね。そうね、まあ、しのね、食べるの大好きだもんね。うん、夢は何ですか。夢はパティシエになることです。そうだね、あともう一つあるんでしょ。はい、コーラスになることです。違う、あの歌手になりたいって言ってたんだよね本当はね。はい、それで、あのじゃあコーラス上手じゃんっていう大人の話がありまして、じゃあコーラスしたらいいじゃんみたいな話でね、うん、でいつでジャニーズのコーラスできたら嬉しいねみたいなね、最近野望がありますね。もうさ、ほんと好きだよね、うん、嵐好きだし、あと誰が好きなんだっけ。あ、K-POP。 あ、K-POP も好きね。そうね。まあさ、陽子ママはアーティストカラーがピンクで、でシノンの好きな嵐のニノが何色？
黄色です。そうだからさ、もうこの間バレンタインのママのネイルはあのピンクと黄色のね、かわいいさ、もうニノとヨークどっちが好きだシノンっていう感じのね対抗したこうネイルをしてまいりました。若返った感じの可愛かったよね。あれもね可愛かった。そうアミさんっていうねラブブルカっていうネイリストさんにお世話になってますけれども、ぜひあのインスタの方にもちょいちょい上がってますので、ね、見てください。ではでは最後ちょっとシノンからおすすめの一曲お届けしたいと思います。はい、これしかないでしょう。フリーダムです。フリーダム、はい、あフリーダム好きだよね最近ね。ありがとう。はい、ではシノンからリクエストいただきました。ヨーコの3枚目のシングルタイトル曲のフリーダムお聴きください。風を切って新しい道を行く、体ひとつ感じるままに進め、スタートなんて遠い昔さ、両手握り力強く走り抜く、ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて、右手を回しスピード上げて、左手握り想いのままに、フリーダムエンジン全開で旅はまっすぐ、バニラスカイ、皆様からのメッセージやリクエスト大募集してます。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお送りください。今日もねもうリクエストをいただいてありがとうございました。皆さんの好きな曲がヨーコの中にあるっていうのは本当にね本当にね嬉しいのよ。嬉しいのよママ嬉しい嬉しいよね。娘も嬉しい。ありがとう。だってさシノンはさいつもさイベントの時とかさ私が歌い終わったらさもう物販コーナーに行ってはい CD こちらですみたいな感じでさ可愛かったよ。小学校3年生4年生ぐらいかな、うん、そのくらいからね何にも言ってないのにさ、だってさお祭りに行ったらさママこれ食べたいあれ遊びたいママちょっとお仕事だからちょっと気をつけて行っておいでよとか言っててね、うん、言ってたのにもうさちゃっかり私が歌い終わったらスタンバイしてくれてるわけよ。この前もでしたよね。この前もまあいつもですもんね。あですね、いつもね。そうそうこの間のねライブも1年ぶりだったからね、鹿児島でライブができたのがね、うん、歌い終わったらっていうかもういつものごとく物販コーナーでノリノリしてくれてたね。ありがとう、うん、まあね皆さんにとってさこのコロナ禍っていうのはさまざまな影響があったと思うし見つめ直すねこう機会になったと思うんですけれども、陽子はいつもねあのお家にいるか歌ってるかっていう生活だったのでね、うんまあ、そこの部分ではねやっぱり家にいる時間も多かったけど私はもう何一つ苦じゃなかったね。もう家にいること娘と一緒にお時間過ごせることはやっぱりね変わらず幸せでした。そこもねやっぱね感謝だよね。うん。シノンは学校行きたかったもんね。行きたいって言ってたもんね。うん、やっぱね学校好きなのはねいいことだよ、うん。うん。勉強することが好きだけど。うんうん。好きですね。好きだけど。うんうん、そうね。会うことが好き。うんそうね。学校ってまあそういうところだからね。うん。
あともうちょっと時間が経ったらさ、新しい自分に合ってることに気づくよ。なんていうの、勉強をさ当たり前のようにしないといけなくて、知らなかったことできていくっていうことはね、うん、そんだけ自分が頑張ってる証拠だから素晴らしいことなんだよ。頑張ってる、頑張ってるんだよ。まあもっともっとさ、まあ、自分の未来の自分のためにも、もしかしたら自分の未来の子供のためにも、まあとにかく成長することは大事ですからね。はい、はい、まあ、これからもお互い応援し合いましょう。はい、ということで皆さん、あっという間にバニラスカイお別れの時間でございます。なんかお別れっていう言葉使いたくないんだけど、うん、うん、でもね、あの来週もぜひシノンがもしかしたらいるかもしれませんので、お楽しみください。ではこの1週間も皆さんにとってめちゃくちゃハッピーでありますように。ではみんな一緒にせーの、バイバイハッピー。